これはポルシェの959ですね。ポルシェは生産者にフォードバックすべき技術のトライアフモデルとして1987年末に959台を生産したんですね。で当時のグループ B のホロムゲー賞を獲得するために2着台の生産状態で、スタートしたプロジェクトは予想をはるかに超えるオーダーに少しでも対応するために増産されることとなり、最終的には283台が生産された。グループ B のホロムゲー賞を獲得するため、つまりレース参戦のために試管化といっても、実車は、生産者が日常性に向けた開発コンベンションシーンで集めたいという逆の発想からスタートしたということになる。で、959に盛り込まれた新しい技術は、フルタイムフォードディズニー、水冷ヘッド、独特トランスミッション、ダブルシボン、サスペンション、可変ダンパー、脱防式の付きタイヤ、総合素材ボディパネル、空力ボディなど多数にわたる。これらの技術的なトレアルのうち、1989年の911タイプ964以降、すでにポルシェの主管モデルに採用されたものは少なくない。で生産台数が、少ないということだけでなく、市場に主管されたに至った実験車という意味でも、とても歴史的な価値の高い、モデルだったということですね。でこれが1987年の1月から同じ87年の1月、わずか1年間ぐらいしか、販売されていなかった車になるかな。でこのドライブタイムのやつはラジコンがね昔あったみたいなんですよ。でそのラジコンの、ドライブタウンになるのかなという感じです。でもまあなかなかこういう風なねタイプの、まあ、車も珍しいは珍しいので市場にお求めなさってもいいんじゃないかなという、感じではございますね。というわけでどうもありがとうございました。